少年 A 君へ。少年 A 君。結局君はどうしたいんだい結局君はどうしたいんだいどうしたんだいどうしたいんだ結局君はどうしたいんだ <laughs> それは答えですね。はい。ということで、あのー、ね、まあ、僕も発信してると、あのー、いろんな人いてますから、あのー、こうじゃないかと。 ああじゃないかと。そうじゃないか。こうなんじゃ。と、く、くる,くるわけなんですけど。まあ、それは意見としてはありがたいんですけども。まあ、極論言ってしまうと、うん、僕の人生です。あなたの人生ではありませんと。<laughs> うん、うん。で、僕が耳障りだったら、見なきゃいいんじゃないかと。<laughs> 離れればいいんじゃないかと。 別に結婚をあなたと誓い合ったあれでもないですし <laughs> 嫌いになればまあこれ恋人間でもそうじゃないですか初恋の人と付き合って一生その人と過ごさないといけないのかっていうのもないですしまあ結婚したとしても離婚しても別にいいよっていう法律もあるしうんだからまあ気は変わりますし嫌いになったり嫌いだったけど好きになったりとか人それぞれでございます なので、あのー、他人のことを気にする前に自分を気にしろと。100%ど真ん中で自分の人生を100%気にして、自分が何をやるべきなのかっていう。他人の人生を指さしてる暇があるんだったら、自分の人生ど真ん中で生きた方が僕はいいと思います。で、僕は最近来なくなりましたけどね。やっぱもう圧倒的量をやってるんで、こいつ無理だな、みたいな。 で、あとコメントとかも、あの、チャ、できないようにしてますし、まあ、新規の方で、なんだこいつって思う人は出てくると思いますけども、ただ、多分ね、僕の量についてこれないので、まあ、ついて、だから僕はね、こういうの側面もあるんですよ。めちゃくちゃ量やって気づかせたいんですよね。え、僕に構ってても、あなたの人生何も変わらないよと。っていうか、あなたの人生の時間、消費してるし、もったいないし、無駄だよと。気づいてっていう。<laughs> うん。 あなたの10倍20倍やるから、それについてこれると。そ、その10倍20倍を指さしても、まああんま変わんないよ、自分の人生っていう。うん。だから自分の人生にど真ん中に100、100%で生きると。まあこれね、ジェームス・スキナーが、まあ100%っていう本を出してたんですけど、まあ全部100%と。うん。<laughs> でも全部100%をトータル的に言うと、自分の人生ど真ん中100、100%で生きる。 これがいいんじゃないかすかな。なんか青春っぽくていいんじゃないですかね。<laughs> うんでもみんななんかね、隣の芝は青く見えて、隣の芝をあだこだ言いたいんですよね。でもそれは僕は、なんだろうな。うん。あんま意味ないかなと。うん。まあそれを言ったことによって、なんか、なんだろうな。あの、アクセスを稼ぐためとかね。<laughs> ユーチューバーもよくやりますけどね。炎上したらその炎上ですぐかぶせてね。あのアクセス稼いでね。それでかぶせてやりますけども。まあそビジネスの部分もありますからね。週刊誌もそうじゃないですか。視聴率取れたらどんどんかぶせて、あのー、どんどん報道していくっていう。<laughs> まあそれはまあそういう概念がありますので、まあそれはそれでいたしかたかないかなとは思うんですけども。ただね、なんかその、隣の芝を見て、 だだこうだ言ってるだけうん、それはあんまりなんか、うん、生産性ないし、うん、意味ないんじゃないかなと。うん、であるならば、なんかまあ、あの、アクセス稼ぐためになんかや,やったほうがいいじゃないですか。<laughs> そうすれば自分の方になんか、ね、集客できたりするかもしれないでしょ。うん、そう。はい。まあ、とりあえず、まあ、答えは、結局どうしたいのっていうあなたの、あなたは。 あなたの人生はどうしたいのと。それがまあ答えじゃないですかね、うん。僕はこういう生き方をしたいから、ネットビジネスを選んで、えー、商品も売ってるし。なぜですかそういう生き方をしたいからです。自由に。サラリーマンで働いてたら、こんな生活できないですから、自由に。うんな感じですかね。いってらっしゃい。